ダナルド・スライデル・マッケンジーは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は、北軍の将軍だった。ユリシーズ・グラント将軍は最も将来有望な若い、主官だと表現した。その後のインディアン戦争で結出した働きをした。マッケンジーは、ニューヨーク州ウェストチェスター軍で、外交官、ジョン・スライデルの甥、い、アメリカ海軍の少佐アレクサンダー・スライデル。 マッケンジーの兄として生まれた。1862年にウェストポイントの陸軍士官学校を同期の主席で卒業し、その後すぐに南北戦争を戦っていた北軍に入隊した。マッケンジーはアメリカ陸軍工兵司令部の少尉に任官され、第二次ブルランの戦い、アンティータムの戦い、ゲティスバーグの戦いに参戦し、1864年の オーバーランド方面作戦や、ピーターズバーグ包囲戦に従軍した。ブルラン、ゲティスバーグ及びジェルサレムプランクロードでは負傷した。ピーターズバーグ包囲戦の間の、ジェルサレムプランクロードで負傷した時には指を2本、失い、おそらくそのあだ名である、バッドハンドの元になった。1864年6月までに、その勇敢さで、正規軍の中佐に名誉昇進した。 1864年7月、第2コネチカット重砲兵隊の大佐に指名された。南軍のジュバル・アーリーがワシントン DC を襲った時は、スティーブンス・トリデの戦いに対抗する第6軍団と共に移動した。オペクオンの戦いで、また負傷した。その後第6軍団第1師団の第2旅団長を任され、シーダークリークの戦いでも負傷した。この傷から回復すると、 志願兵の順将に指名され、ジェームズ軍の騎兵士団長となり、ファイブフォークスの戦いやアポマトックスコートハウスの戦いで指揮を取った。1865年には、1864年のバレー方面作戦での功績で志願兵の名誉少々に指名された。マッケンジーは厳しい規律で知られ、その下で使える兵士たちにはあまり好かれなかったので、部下達は、 彼のことを終わりがない懲らしめ屋と呼んだ。しかし同僚や上官にはその技術や能力で尊敬され、ユリシーズ・グラント将軍をして最も将来有望な若い士官だと言わしめることになった。負傷すること6度、名誉昇進を果たすこと7度だった。南北戦争が終わった後、マッケンジーは正規軍に泊まり、公平司令部の高級的隊員の階級に戻された。 その後のインディアン戦争の時代にアメリカ合衆国西部で従軍し、1867年には第41アメリカ不評連隊で正規軍の大座に指名され、アメリカ合衆国南西部でアパッチ族インディアンと戦った。1871年2月25日、テキサス州ジャックスボロのリチャードソン取り出で第4、アメリカ騎兵隊長となった。この連隊を率いて、 テキサス州西部のリャノエスタカードでノースフォークの戦いに参戦し、アメリカ合衆国政府の政策である巨留地への移住に抵抗していたインディアンを破るために、その得意な地形にあった戦術を完成させた。1871年遅く、足に焼き図を追って、7度目の負傷となった。1874年、マッケンジーはレッド川戦争で戦い、テキサス州サンアンジェロにあった。 作戦本部の根拠取り出からはるか北であったパロデュロキャニオンの戦いでインディアンの連合軍を改装させた。1876年ダルナイフの戦いでシャイアン族を打ち破りブラックヒルズ戦争を終わらせることに貢献した。このことで1881年にはニューメキシコ地区軍指揮官に指名された。1882年順将に指名され、 テキサス方面軍任務となった。マッケンジーはテキサスの牧場を購入して婚約したが、異様な行動を取るようになった。オクラホマ州シ,ューシュルトリデでニ入マ者から落ちて頭部を負傷したことが原因であるとされている。マッケンジーは精神的不安定の兆候を示し、精神の進行麻痺で1884年3月24日に陸軍から除隊した。 マッケンジーはニューヨーク州スタテンアイランドのニューブライトンにあった姉妹の家で死にウェストポイント墓地に埋葬されている。かつてマッケンジーの経歴を何年間も密にたどって報告していたニューヨークタイムズはその死について短いコメントを載せただけだった。しかしアーミーネイビージャーナルはマッケンジーの軍歴や個人的生活について長い記事を掲載した。 その記事の冒頭は、かつて輝かしい存在であった、ラナルド・スライデル、マッケンジーの不法に接して陸軍は悲しみに、くれるであろうが、彼の晩年を陰らせ、彼を生てるカバネに変えてしまった暗雲のことを思えば、その悲痛は嫌ますばかりであるというものだった。1958年から1959年に、かけて放送され、 リチャード・カールソンが主演した番組販売のテレビシリーズすすめ騎兵隊はマッケンジーがテキサスのクラークトリで,で勤務していた時期の出来事に大まかながら基づいている。ありがとうございます。